いらっしゃいませ。アポイントされた方のお名前と時間、お呼びする担当者の名前をこちらにご記入ください。アポは入れてないんだけどさ、社長に繋いでくんないかな。殺されたダイナチア社長パク・ミレイの件で話があるって。お待ちください。よろしく。もしもし、秋山さんですね。あんたは？パク社長の自殺の件でお話があります。スカイファイナンスの事務所に戻っていただけますか？こっちの質問に答えてないが。少なくとも私は敵じゃありませんよ。それでは。さあ、次はどこのドイツだ？おはよう。ほんなら早速レッスン始めよう。プリンセスリーグの本番想定していくからな。いつもより難易度上げてくで。これがクリアできひんかったら T セットには勝たれへん。踏ん張りどころですよ、はるか。勝てば誰もがあなたを認めることになります。ただし負ければ、この事務所は終わりやね。あんたも大阪芸能に飼い殺しにされる。失敗すれば終わりなのはスターたるもの、いつだって同じです。デビュー前からこの緊張感を知るあなたは恵まれてると言えますよ。はい。準備はええか？よかったら始めるで。お願いします。ほな始めようか。Love you.
悪ない動きやったわ。うまくいったよね。とうとう仕上がったな、はるか。ええ、素晴らしい吸収力です。やはりパク社長の目に狂いはなかったということでしょうね。ありがとうございました。そういえば今日秋山さんは？ああ山浦、気になりますか、あのイケメンが。そんなんちゃうわ。秋山さんは大阪芸能に行ってます。なんやで、なんでまた。大阪芸能の社長に話があるみたいなんです。山浦、そんなことよりそろそろ準備を始めた方がいいのではないですか。せやね、私らは事務所におるから着替え終わったら降りてきて。はい。はるか、準備できたらこれまで通りスケジュール表からプリンセスリーグ確認して。わかりました。はるか、ええか、今日 T セットに勝ったらあんたは日本中に顔が売れることになる。普通の生活には戻れんようになるよ。腹決めや。やり残したことがあるんやったら今のうちに済ませといた方がええ。わかりました。いよいよやな。留守は引き受けました。はるか、初めて会った時言いましたね、ダンスは自らの心をどう表現するか、どう見る側に心を伝えられるか、それにかかっていると。楽しんできなさい、それがいい結果をもたらすでしょう。はい。よっしゃ、ほな行こか。はい。はるか、中井さんと約束したんだってね。私たちに負けたら大阪芸能に来るんでしょ。どっちにしたってダイナチアは終わってるみたいだけどね。あんな、悪いんやけどな、後にしてくれへん。こっちもいろいろ準備があるんや。知らない顔がいるかと思ったら新しいマネージャーさん。そっか、マネージャーさんも確か大怪我したんだっけ。
すごいね、はるかちゃん。あんたマジで疫病神なんじゃないの？嘘、なんだか怖い。ちょっとあんたら、言うてええことと悪いことがあるやろ。やだ、おばさんムキになって怒っちゃってる。ほんと、やだね。ただの冗談なのにさ。やめてください。何を？私たち、なんかした？何もしてない。でも、それ以上言うと後であなたたちが辛くなるだけだから。何よ、まさか勝った気でいるの？行こう、はるか。この子らに何言うても無駄や。私、負けません。社長のためにも絶対負けるわけにいきませんから。いいわよ、その代わりうちに来たらたっぷり可愛がってあげる。今の言葉高くつくからね。ほんまに、あれが大阪のトップアイドルかいな。ファンはあの子らの一体どこがええねん。はるか、事務所命令やで。絶対あの子らだけには負けたらあかん。プリンセスリーグで大恥かかしたり。大恥だなんて、そんな。でも分かりました、勝ちます、絶対に。せや、そうこな、社長や堀江君に合わせる顔がない。さ、ほなら始めよ。今日の衣装に着替えて、気合い入れてや。うん、ええわ、ごつかいらしいわ。そんな風に言われると照れます。そうか、ほんならあとは本番あるのみやな。はい、どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。なあ、はるか。はい。この部屋出たらもう後戻りはできんよ。わかってます、一度きりの本番ですから。そういうことちゃうの。なんていうか、こう、もう普通の女の子には戻れんっていうか。え？ええか、はるか、よう聞いて。あんたはここで勝とうが負けようが、もう普通の高校生活は送れんようなる。勝てばメジャーデビュー、家におっても学校おっても人の注目の中生きていかなあかんようになってまう。逆に負けたら負けたで恥さらしや。周囲が同情してくれるうちはまだええけど、それがそのうち蔑みの目に変わることもある。芸能界っちゅう世界は結局勝っても負けても地獄っちゅうこっちゃ。天国を味わえるんは一瞬しかない。それでもあった、夢目指して頑張れるか。けど、もしあんたのほんまの夢が別にあるんやったら、ここが最後の選択になる。どないする？はるか、あんたほんまにファイナルラウンドの舞台に立つ勇気あるか？はい、覚悟は決まってます。どんな辛いことが待っていたとしても、やらないで後悔するのだけは嫌ですから。今はもうパク社長の夢は私の夢なんです。わかった、そうと決まれば。はるか、このファイナルラウンド絶対に勝って帰ってくるんやで。はい。ご機嫌いかがでしょう？タイム、司会のドルチェカミヤです。とうとうこの時が来ちゃいました。泣いても笑ってもこれが最後。プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの幕開けです。細
たいルールはもはや説明不要でしょう。優れたパフォーマンスでより多くの観客からの支持をゲットしたアイドルの勝利です。決勝戦もついにファイナルラウンド。この戦いで獲得したポイントが勝負の分かれ目になるのは言うまでもありません。戦いが終わった時、プリンセスの座を手に入れるのはどちらのアイドルか。それではご紹介しましょう。まずはこちらのアイドルから。完璧なスタイルに一糸乱れぬ完成されたダンスパフォーマンス。シンメトリの美しさに見る者全てが引き込まれる。二人の親和性は偶然？それとも必然か？今世紀唯一無二の究極ユニット、T-Zetto！迷いながら、苦しみながら、それでも歩み続けたプリンセスリーグの激闘の数々。強い意志を秘めた瞳が見つめる先にあるものは、紡ぎ出すは未来を描く決意の歌声。聞く者全てに希望を与える奇跡のアイドル、沢村はるか。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それではファイナルラウンド始めちゃいましょう。レディーゴー。
アルカちゃん、Tセットの2人、お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。正直感動を抑えきれません。どちらも文句のつけようがないライブを見せてくれました。会場の皆様もそう思いますよね。しかしご存知の通り、この後の結果発表で優勝が決まっちゃうんです。皆様の気持ちは十分伝わってきます。ですが、はい、たった今集計が終わったようです。じゃあ結果発表の前に両アイドルにコメントをいただきましょうか。Tセットの2人、決勝戦を戦い終えて今の気持ちはどうでしょう？自分たちのパフォーマンスを出し切りました。結果発表が楽しみです。アルカちゃん、今のお気持ちは？結果発表はこれからですけど、今はとってもすがすがしい気持ちでいっぱいです。はい、二組ともありがとうございました。さて、いつまでも余韻に浸っているわけにはいきません。はるかちゃん、Tセットのお二人、そして会場の皆様、心の準備はよろしいでしょうか？よろしいですね。それでは結果発表です。プリンセスリーグ2012、数々の戦いを乗り越え栄えあるプリンセスの座に輝いたのは、アルカちゃん、見事今年のプリンセスに選ばれました。アルカちゃん、私が…そうです、君が今年のプリンセスですよ。さて、はるかちゃん、プリンセスとしての最初のお仕事をしてもらいましょうか。会場に来ている皆様、そしてテレビを見ているファンにメッセージをお願いします。はい、わかりました。何もかも未熟な私が今ここでプリンセスになれたのは、応援してくれた皆さんのおかげです。会場にいる人、テレビの前で応援してくれている人、私を支えてくれている人、皆さんの思いが伝わってきたから私も信じることができました。どんなに遠く離れていても思いを届けることができるんだって。私の思い届いたかな？お送りしてまいりましたプリンセスリーグも、そろそろお別れの時間となってしまいました。会場の熱気も冷めやらぬ中ではありますが、この辺で失礼したいと思います。それではまた来年のプリンセスリーグでお会いしましょう。グッバイ、 See you next time。 やったな、アルカ、あんたほんまようやってくれたわ。社長と堀江君にも見せたかったわ、あんたの晴れ姿。山浦さん、さすが社長の見つけてきた逸材やわ。あんたやったらドームのイベントもきっと成功できる。社長との夢果たすことができる。
そう思うわ、私はな。ありがとうございます。せや、クリスティーナに事務所の留守番を押し付けてきたんやった。はよ戻って報告せんとな。ええ、よし、ほな行こか。待ってよ、私たちに何の挨拶もなしに帰る気？どういうつもりや、まだなんか用か？さっきのステージオンエアをチェックしたわ。それ見てさ、ここで黙ってあんた返したら何する気や？違う、言っておきたいことがあるだけ。悔しいけどさ、あんたのパフォーマンス見てて引き込まれた。とっても良かったよ。私たちも楽してここまで来たわけじゃない、だからわかる。あのパフォーマンスができるようになるまでどれだけ練習を積まなきゃいけないかがさ、相当の根性がなきゃああはいかない。あんたら、それだけよ。それじゃ、ありがとうございました。私多分決勝戦があなたたちじゃなかったらここまで頑張れなかったと思う。だからだから。やっぱバカよあんたは。え、ねえあずさ、そんなんでいちいち泣いてたらこの世界でやっていけないよ。でもそれがあんたの魅力なのか。でも私たちにも別の魅力があるってプライドあるからね。そう思います。それじゃあもう行くわ。またね。はい、また。案外ええ子らなんやね。見直したわほんまに。ええ、さあ帰んで。戻ったら事務所で祝勝会やろ。ええな。はい。そこの兄ちゃん、何こっちにどんな。やるしかないのか。おもんごいな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いや。このお店ですか。それじゃあ早速。いやーいいねー。待ってるよー。